っぱすごいよ松本さんは。え、何？部活に励み、しかも勉強も両立させるなんて。あ、英雄もか。あれは割引の両立だったんだ。 au は人気のスマホが半額、しかもピタッと額割りで1.4%、半額と1.4%が両立できるってことをしかもは訴えていたんだ。見逃してごめん。しかも意識高すぎ高杉くん。あ、マジか。